おはようございます。はい、九州モトクロス選手権熊本です。もうホンダのテストコースでもある HSR 九州です。今回はその九州モトクロス選手権第分かんなくなっちゃった、いっぱいキャンセルとか追加され、今回追加されたレースなんですよね。第3戦かな第2戦か忘れましたけど、エントリーしました。モトクロスは土の上を走るのは3ヶ月ぶり。前回のレースが6月だったんで、それ以来、ね、何もやってませんでした。その後ね、準備して宮崎のレースがあったんですけど、それもキャンセルになったんで、本当そのまんまで、今回は前日まで雨、結構雨が降ったんで、っていうかツーストの音がいいですね。今回はちょっとまだ朝一はマジかなという話で、まあマジタイヤは持ってないんで、ダンロップのなんだっけ、なんたら33ソフト、モタードと違ってソフト、モトクロスのソフトとモタードのソフトは逆です。モタードでソフトっていうとタイヤが柔らかいんですよね。モトクロスのソフトっていうと、まあ、路面がぐちょぐちょでタイヤはガチガチに硬いんで、もう昨日はね死ぬ気でタイヤ交換しました。MX33 ね、でーん、 MX33 タイヤがねやっぱりこうちょっと反ってるような気がする、気のせい、まあいいや。99番、今回はシートを張り替えてきました。テントが黄色いんでちょっと黄色が見えないですけど、黄色です。で若田さんね、もういつもの若田さんになってしまった。ありがとうございます。自分のバイクより1人で確かに、この週末に僕のレースのためにわざわざヘルプに来てもらって、自分の時間を潰してまで来て、ありがとうございます。まあその分カブツーリングで楽しみましょう。カブツーリングだね、来週はカブツーリング。晴れました、超晴れてる。っていうかね、贅沢だよね HSR。 何この砂利だよ、全部下砂利で、この広さじゃん。で土日のレースこのスッカスカだもんね。別にイベントが盛り上がってないとかそういう話じゃないですよ。やっぱりこの環境下でエアコンの部屋ある、水洗トイレ全部ついてる、電子レンジある、お湯も常に沸いてるっていう環境の HSR のホンダのコースはすごい。モトクロスやるでしょ普通。まあそんな感じで、とにかく3ヶ月ぶりのモトクロス、体は2週間前にスーパーモトで体は慣らしてある。ただあのでっかい最終ジャンプとか飛びまくるんで、それがちゃんと飛べるかどうかが不安です。そんな43歳頑張ってきます。あっちあっちジュース、ちょっと待って、ジュースだって、ジュースね、ジュース、はい、ね、開かないジュース、はいはい、開けるのね。あーきつー、あっちもう忘れ物だらけ。グローブのスペア忘れるわ、これの止めるやつも忘れるわ、表向き言えないけど参加受理証忘れるわ。あ、練習10分間走りました。水もういつのパターンじゃんこれ。喋るとやっぱり喉が渇くんだ。マジではないです、ぐちゃぐちゃっていうかね、もう路面が水たまりはないのに掘れちゃう、もうわだちだらけ。毎週毎週コースが変わるのがモトクロスなんで、いかにてか引き出しがある人が勝ちなんで、勝ち負けで言えばね。ああ乗る、やっぱねモータード2週間前に乗りましたけど全然違う、使うものが。特に固まり始めた土は重い、250なんでこれね、アクセル開けてもねついてこない、食われちゃうパワーがね。まして新品のタイヤなんで、だからこう止まらないようにクラッチ操作もそうだし、こうハンドル取られない、押さえつけるの、やっぱ筋力がね多少必要ですね。バランスだけじゃ乗れない。次11時35かヒート1、1時間ある時計。練習はウォーミングアップなんでまだね体をね慣らすのいいけど、ジャンプは全部飛べませんでした。
やっぱり3ヶ月間空くとビビる、怖い。次は決勝が10分間、たった10分間なのに僕は3周しか持たないです。あんなにモタードでね、体力持ってもモトクロスのライダーがね、言ってたのがジャンプしてる最中が休憩時間だって。確かにね、モトクロスずっと力入れるんで、力入れない人は入れないよ、僕みたいなライダーは力入っちゃうんで、でジャンプを少し飛んだら一回体のね、力が全部抜けるんですよ、わーって無重力、あれがね気持ちいい。一瞬の遊びはね、やっぱり緊張をほぐすっていうので、やっぱジャンプした方がいいんですよね。あとフェンダーの裏にね、いっぱい土がつくんで、ジャンプして着地の勢いでね落とすっていうのもあるんで、いやーこれ結構厳しいんじゃない、やばいよこれ、ジャンプできないし怖くて。3ヶ月前は全部飛んだよ、けど今日は全部飛べません。やばいよこれは。あ、バイク洗いに行ってくれてる。洗わないつもりだからバケツもブラシも持ってきてなかった。すごいね、若田さんに全部洗ってもらっちゃって、こうやって洗ってます。こういう、若田さんに丸投げしちゃいました。これなんですか、これ。これは泥がつかないようにするおまじないです。おまじないなの、マッドルーフとかいうやつ。マッドプルーフね、ルーフしてもしょうがないですね。あー、いっぱいね、こうやって塗るのね、塗り塗り。よし、じゃあそんな感じで、また後で。回復しないんでこれ喋ってると。何すんだっけ、まず顔洗おう。ああ終わった。きつ、見てこの汚いヘルメット、ボッコボコよ、前後ろついたら。見てこの汚いね。よく僕潔癖症なのにこんなのやってたよね。2002年までは潔癖症、車はドキンでしたからね。2003年にちょっとアフリカを走ることがあって、泥水のシャワー浴びて、泥水飲んで、そしたらドキンも潔癖症も意外とどうでもよくなった。そこからオフロードモタードが始まったっていう。喋ってるきついわ、ちょっと待って水。スタートね、スタート何番手だったの。毎回ね前なんですよ実は。多分ね、昔から車のレースもバイクのロードもね、全部スタートで前に出るんですね。多分それは昔やってた卓球がの動体視力が上がってるのかもしれないですね。待て、はい、行ってらっしゃい。ちょ、子守とモトクロスレースは被ると最強に大変です。
もう朝起きてっていうところが始まるんでね、ここは YouTube で使いません。いいよ本暮らせ、もう自分の限界超えちゃうんだから、超えてもそこで無理をしないっていう技術を学ばないとね。ここで前のやつが言ったから自分も言ってやるっていうのは、まあ20代までかな。40代からは前が言ったけど自分のペースは崩さないけど最善を尽くすっていうね。何すんだっけ、頭働いてないね。ヘルメットなんですけど、ステーダメなんですよ。ステーってなんですか。ウェブカメラのステー、これそれダメと、これダメダメと。あ、そう、うん、そう、今年からこれ、ちょっと待って待って、今ちょっと切りますね、今のアウトの。途中で終わっちゃったんで、その後もう2コーナー3コーナー曲がる間にどん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 抜かれ、まあ現役のバリバリ上を目指してるライダーがいっぱいいるんでね。だからこの前よりはペースが落ちてるからなのか、体力的には4周ぐらい持ったんで、7番手ずっと走ってたけど8位、まあ一応1桁順位にはなりました。もうね、最後の1周はもうヘロヘロ、やっぱりコースもねどんどん乾いてきて、わだちがねカチカチに固まっていくんですよ。もう手で押さえるっていうのも大変で、もう腕パンパン。この前あのバイクの免許取った、うちの YouTube 見てもらえば分かりますけど、つかちゃん、この前のスーパー耐久のね24時間富士スピードウェイクラス3位おめでとうございます。ポール2、3位だけど、ポール2、3位素晴らしいです。アウディです、アウディ。もうバイクの免許取ったばっかなんでね、NSR250SP 免許取ってすぐ手に入れ、ツーストの加速でビビってますけど、さっきねこのレンズピロピロピロ、あー前見えない、もういいや剥がそうと思ったらまとめて3枚飛んでいきました。キタッてやったら根元から思いっきり、うん、やっぱ普段から慣れないことはやるなってことで、最初にこっちからそーっとこっちからってかない。何それ、何すかそれ。アクセル側はね素人、素人アクセルは絶対外しちゃいけません。手を上げるときだって、だって右手を上げちゃダメだからね。あのよく峠行ってあーってかやられるでしょ。あれ右手を上げてる人いるんだよな、アクセルね。あれブレーキもなくなってアクセルも触れないからね。あれはアウト。野営は気をつけましょう、アクセル側は外しちゃいけません。まあ、次の日第2ヒートは14時40分一番暑い時間ですね。この汚いヘルメットそのままでいきます。まだ順位知らないですよ。なんとモトクロスで初めてトップにラップされなかった。まなざしが低いって言われるかもしれないけど、これは、一人でパンツ履けたぐらいすごい。なんだ、例えが後ろのホース抜いてもらっていいですか。ああ、ちょっとだってパンツ履いた後は自分で服着るのが普通じゃん。ああ、ラップされなかったっていうのは第一歩なの。その後はもう順位上がるとかそういう話になるでしょ。体力つけないと次は一周多くなっちゃうから、ラップされてないってことはまだ体力つかなきゃいけない。トップのペースが落ちたか、なんか接触してたかなんかかもしれないですけど、だけど気分的には相当楽。今のが暑かったんだけど冷たい風がたまに吹くんで、それで体全体広げてジャンプの時こうハーって一周に 1,2 回できたんで、それで体力ほんの少し、意外と思ったペース上がった割には。
今回もモトクロスのトレーニングしなかったですが、やっぱりバイクに乗ってると何かしらか影響はあるのも分かるし、それこそ株で林道も別にマイナスはない、プラスしかないから、だから引き続きこういうまとめでいいのか、何位だか分かんないんだもん。多分8だって言ってます。第3戦だったね、調べたらね、キャンセル相次ぎ、コロナの影響もねたくさんあって、だけどここのホンダのコースはなぜかコロナでもやるという素晴らしい強行プリっていうと悪いように聞こえちゃうんですけど、とにかく人口密度少ないんで、密である。なんであとはずっとアウトドアなんでね、よかった。いやモトクロス本当体にもいいんで、ジャンプしなきゃいいのが一番いいです。体壊さないで、背筋も腹筋もつくし足もつくし、40過ぎにはゆるく 100cc でもいいんで、本当モトクロスって本当にいいですね。さよならさよならさよならみたいだね。いや違うか、え本当にいいですね。水野春、あそっか、さよならさよならさよなら、淀川永春混ざってました。こんな感じでスペシャルヘルパーメカニック、エンデューロなら昔散々やったぜの若田さん、もうありがとうございました。草レースでも何でも応援があるとやる気になります。応援がないと、もうここの2人だけだと、ああもうちょっと手抜いていいよねみたいな、あ、まあ、ちょっとこの後ほらまだ株乗るしまだ体力残そうよみたいなことやってるけど、やっぱりこういいとこ見せなきゃっていう相手が来ると、ちょっとラスト一周もうちょっと頑張ろうかなとかなるんで、まあだけど女性なら女性陣が、嘘です、ごめんなさい。まあそんな感じでありがとうございました。またチャオチャオ。帰り道、今日のレースはめちゃめちゃ暑かった。なんと第1決勝8位で第2決勝も8位でした。まあ真ん中順位いったらいいねっていう話、真ん中だって 6.5 なんですけど、で8位で8位2回やって、ポイントで見たらなんとですね総合6位に入ってました。でスタートが若手のねライダーにもねスタートがいい、確かにスタートすると毎回毎回 4番手って言い方、そのぐらいになったりしてるけど、6位でした。ちゃんと入賞しました。入賞すごい、過去初、しかも周回遅れにならなかった、しかも若手のライダーたちにね、高校生とかにあのハスクバーナー早いっていう、ハスクバーナーが僕が早いじゃない、ハスクバーナーが早いっておっしゃったけど、それも嬉しいかなと。そんな九州モトクロス選手権でしたね。あ、もうとにかく全部完全燃焼で楽しかった。完全燃焼はねやっぱりね、この40過ぎはもう最高。